ノットリリースザボールです。ペナルティーゴールを狙います。ペナルティーゴール成功いたしまして、常翔学園高校3点を先取いたしました。
上昇学園高校15番吉本翔輝くんのトライです。上昇学園高校5点を追加いたしました。Thank you.
青少高校4番本橋拓馬くんのトライです。お客様に前半のロスタイムをお知らせいたします。前半のロスタイムは1分です。ロスタイムは1分です。お客様にお知らせいたします。花園ラグビー場付近のコンビニへ駐車されているお客様、至急駐車場への移動をお願いいたします。前半が終了いたしました。京都府代表京都青少高等学校対大阪府第二地区代表上昇学園高等学校の試合は19対8で京都府代表京都青少高等学校がリードしております。